12時を回りました。シエスタ読谷 FM ランチ、ほんわかな暮らし。週の真ん中水曜日は近所玲子がお届けいたします。どうぞ1時間お付き合いください。まずですね、気になるお天気予報から、お届けいたします。本日11時沖縄気象台から発表された天気予報です。本日11日は曇り、北西の風やや強く、後北の風やや強く、曇りとなっています。降水確率ですが、この後夕方まで 20%、 夕方6時から深夜0時までは 10% となっています。日中の最高気温は19度となっていますので、ちょっと肌寒いですね。皆さん羽織物をしっかり、ね、かけて、そして首元温めてお出かけください。それではシエスタ読みたい FM ランチ水曜日、近所玲子お届けいたします。まずオープニングの曲からお届けいたします。
お届けいたしましたのは、ケニー・ジーの You are beautiful、 はい、オープニングの曲お聴きいただけましたでしょうか。皆さん改めましてこんにちは、金城玲子です。お昼のひととき、いかがお過ごしでしょうか。今日はどこでお昼、皆さん召し上がってますか。12時ちょうどにね、食事をされる方、ね、規則正しい生活をされている方って、きっとね、12時ちょうどから食事されているかと思います。また、職場のね、皆さんも12時ちょうどにね、お弁当を広げたり、またはね、外食したり、いろいろとね、今の時間楽しんでらっしゃるのではないでしょうか。今日はね、すごく寒い日となっていますけれども、皆さん今日は暖かい装いで出かけてますか。本当にね、数日前だったでしょうか、もう台風並みの風が吹いていましたけれども、皆さんのところ大丈夫でした。本土もすごく強風に見舞われたということでね、北海道の方もかなりのね、吹雪だったということですけれども、沖縄もね、その時はやはりこうやってね、気温も低くなれば風も強くなるんですよね。沖縄って風がなかったら多分体感温度そんなに低くはないと思うんですけども、どうしてもね、風が強いので体感温度はなんだかね、10度以下のような、そんな気がしましたけれども、皆さんはいかがでしたでしょうか。どうぞね、朝のイモーニングでもみゆきさん紹介されてましたが、手洗いとうがいをしっかりしてね、風の方予防してくださいね。またですね、今日は、12月のもう今日11日になるんですね。残すところあとね、数週間で2014年ということなんですけれども、来年の1月1日、うん、2014年の1月1日は読谷村がなんと人口の多い村日本一になるということで、あちらこちらでね、お話が、出てますけれども、FM 読谷はね、なんとカウントダウン中継をするということですね。初めて12月の31日に外でお正月を迎えるので、寒いだろうなと思うんですけれどもね、中継しますので皆さんザキミグスクの方に来られてくださいね。ザキミグスクじゃない、ザキミ城跡、ザキミ城跡って言った方がいいのかな、お越しくださいね。はい、それでは、話は変わりまして、今朝の沖縄タイムスと、そして琉球新報に2つ今日 FM 読谷の記事が載ってました。1つはね、 FM 読谷というよりは社長中曽根智晴さんということでね、社長のね、写真が載ってましたよ。まず沖縄タイムスの新聞記事からご紹介いたしましょう。富島さん DJ デビューということで、11月29日に初めて FM 予備団が聴覚障害のある沖縄国際大学1年の富島健太さんと同大の学生らが11月29日 FM 予備団の新番組沖国ソーシャルラジオで DJ デビューした。富島さんは病院の待合室で名前を呼ばれてもわからない、筆談は気持ちを伝えにくいなど、見た目では障害があるとわからない、聞こえない世界を電波に乗せて伝えたということで、今回ですね、この番組、福祉ボランティア支援室と学生が企画して、稲垣先生と、そして FM 読谷とね、いろいろの社長とのこの今までの関わり、今までのこの信頼関係のもとで、なんと実現されたということで、FM 読谷、そして新事業、UTB 事業でですね、沖縄国際大学の方に特設スタジオをね、設置しまして、そこから、こちらの方からね、ラジオとインターネットで発信されたということで、すごいですよね。またね、あさって12月13日に第2弾が行われる予定となっていますので、ぜひまたその時にもね、金曜日3時、はい、キロロのおやつの時間を、変更してね、行われますので、ぜひ皆さんその時にはインターネットもラジオも耳を傾けてくださいね。またですね、今度は中曽根智晴として、俳優デビューということなんですけれども、毎週月曜日の、シエスタ読谷 FM ランチ12時の番組でショコシアターということでね、大宜味翔子さんが番組をね、務められているんですが、大宜味翔子さんというのはなんとあの有名な大宜味小太郎さんの娘さんなんですけれども、この翔子さんが代表を務めます平成、大新座の旗揚げ公演、丘の一本松が2014年3月2日、茶壇の、二来センターで行われます。この時、なんとですね、この宜野湾市の沖縄タレントアカデミーで、顔合わせがあったということで、その時の新聞記事がね、掲載されているんですけども、今日ね、
琉球新報さんの文化の方に、文化面の方に載っていました。翔子さんは、コタロを知らない世代に伝えたい、父の香りをなくさないようにしたい、したいと話しておられました。で、今回社長は主役ではないんですけれども、まあ、いずれ主役になるじゃないですか。社長は、なんかね、またね、ちょっとね、話を話すともったいないのでね、社長も俳優デビュー、今年もね、俳優デビューされておりました。映画で、映画ザンパ。こちらでね、若頭のカリーというね、若頭の役をされておられましたけれども、来年、今度は、コタロさんのね、この、ね、素晴らしい中でね、行われるということで、社長も素晴らしいですね。丘の一本松の公演に社長も出られるということでね。はい。皆さんぜひ3月2日は、北谷二来センターに足を運んでくださいね。よろしくお願いいたします。今日はですね、この後、12時15分に、ロイヤルレストランからのね、情報を、お届けして、そして12時30分からは、今度は読谷村立図書館の情報をお届けして、そしてね、残りの時間を利用しながら、いつものようにお料理のレシピ、宮崎中央新聞の、記事などをご紹介できたらなと思っています。ここで、一旦ちょっとね、皆様に、FM 読谷からのお知らせをご紹介いたします。2014年、年賀 CM 募集のお知らせ。新年の挨拶を電波に乗せてみませんか？FM 読谷では2014年、年賀 CM を募集中です。料金は1万円からと大変お安くなっており、フォーマルタイプ、カジュアルタイプのほか、オリジナルの内容でも OK。詳しくは FM 読谷958-7860、958-7860、企業、各種団体、個人、もう皆さんのどんな方でも結構ですので、お申し込みをお待ちしています。以上、FM 読谷より年賀 CM 募集のお知らせでした。そして、交通安全クイズのお知らせです。年末年始、交通安全県民運動実施にあたり、交通安全クイズを実施いたします。12月20日金曜日から12月26日木曜日の1週間、1日1問、朝昼夜の3回クイズを出題いたします。クイズの回答用紙は FM 読谷まで取りに来てください。すべてのクイズ出題後、FM 読谷の設置した投函箱に、30日までに投函してくださいね。全問正解者にはなんと抽選で豪華景品。これなんか昨年当たった方も多いみたいなんですけど、電化製品とかすごい当たるそうですよ。はい。2014年1月3日、FM 読谷の番組内で発表。ラジオ、インターネットをお聞きの皆さん、お聞き逃しなく。さあ、交通安全クイズに挑戦してみようということでね、ぜひ皆さん、アンケート用紙はすでにこちらの FM 読谷の方に用意してあります。たくさん持って帰ってね、いよいよ12月のね、20日からということなので、しっかり聞いて応募していただきたいと思います。それではね、一旦お知らせを挟みまして、また12時15分明けにご紹介いろいろしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。Thank you.
今日は12時16分を回りました。シエスタ読谷 FM ランチ、ほんわかな暮らし。12時15分明けに今日はね、こんな素敵な方をご紹介いたしますよ。どうぞ。おはようございます。おはようございますでもないですね、ロイヤルレストランのコーチです。はい、よろしくお願いします。はい、コーチくん久しぶり。お久しぶりです。はい、この前でもあったよね。そうですね、レストランの方にお越しいただいて、そうそうそう、女子のメンバーで行ったんですけどね。ありがとうございます。はい、もうサービスいっぱいしてもらってありがとうございました。いやいつもね、ロイヤルレストランの皆さん、そしてね、ロイヤルホテルの皆さんにはよくしていただいて、はい、食事の後にまたね、ちょっとこっそりサービスもしていただいて、ちょっと軽くデザート、はい、ありがとうございました。おもてなしってやつですね。はい、おもてなしですね。ありがとうございます。そう、そしてその後にいつもラウンジで素敵な時間を2時過ぎまで、はい、いたんですけどね。長いですね。本当に2時半ぐらいまでいましたけどね。お疲れ様です。はい、今日はね、ロイヤルレストランからまた素敵な情報をお持ちいただいたということで、はい、しました。はい、じゃあ今日紹介お願いいたしますね。よりすぐりのうちの、はい、プランをたくさんお持ちしましたので、はい、皆様ぜひご紹介させていただきます。はい、まず1点、これも一押しでやってるんですけれども、はい、期間限定でサーロインステーキディナーフェアということで、ディナー限定なんですけれども、はい、ディナー限定、期間限定、数量限定で、これだけちょっと縛りをつけてお出ししてるステーキがございます。すごい。これが、うん、なんと、うん、まず 230g、うん、まあ普通サイズぐらいですよね。はい、230g のハーフパウンダーサーロインステーキ、うん、230g で1280円。安いですよね。ただこれだけじゃありません、うん、はい、なんとソフトドリンク、うん、サラダ、うん、スープ、うん、白米とパンもついて、うん、さらにデザートもついてます。そういうこれだけついて、うん、お値段変わらず1280円。いいの？これいいんですよ。いいの？これ全然もう皆様ぜひ召し上がっていただきたい。すごい、はい、ただです、うんうん、はい、僕もそうなんですけど、うん、これじゃちょっと満足できないと、うん、そういう方には500円プラスしていただければ460g、460g ですよ。460ってどんな量なんだろう。もう厚さが4センチぐらいあります、うん、鉄板には乗るの？ギリギリ乗せて、じゃあ高さを出してるんだ、はい、そうですね。そうしないと4、だって倍ですよね。倍ですね。460g で1780円。これ同じくソフトドリンク、サラダ、スープ、デザート、白米とパンついてますので。すごい。だって 230g で1280円も安いのに、はい、倍の量ってことは通常倍だから2560円じゃないと合わないですよね。合わないですよね、普通に考えて。そうですよね。いいの？なぜか500円でいいんですよ、うん、なぜか500円で、はい、これが、うん、もうロイヤルのちょっと頑張ってるところであって、うん、1日これ限定って、あの量も限定？期間限定？期間限定です。ということは別にたくさん皆さん来て食べても全然大丈夫？あ、問題ないです、問題ないです。ちなみにこれはいつまでされるんですか、この期間は？これが、うん、年内は25日まで。25日まで、はい、あ、じゃあまだあと10日以上あるんですね。そうですね。なので、うん、今ちょっとお知らせしてあれなんですけども、はい、ラストスパートですね。はい、今日から行かないと。今日からもう今日の夜はすみません、あの水曜定休になってるんですよ。今日休みなんですね、はい、ですので、はい、ぜひ明日の夜から皆様お越しいただければ、うん、もちろん予約も取っております。はい、あ、ぜひそっちの方がいいかも、はい、予約を取ってね、ぜひ行っていただきたいと思いますので、ね、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。ご家族お誘い合わせの上、うん、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、でご予約の番号なんですけれども、はい、ロイヤルレストランの方で 098-956-3321、098-956-3321までご予約受けたまっております、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さてステーキの熱も冷めないまま、はい、このまま某新年会プランを行こうかなと、うんうんうん、そうね、もうシーズンだけどまだ予約してない人いると思う、ね、はい、うん、まあ、忘年会もありますし新年会もありますから、うん、皆様ぜひこの機会にご検討いただければと思います、うんうん、このロイヤルレストラン某新年会プラン、毎年恒例ではあるんですけれども、うん、はい、
鍋プラン、うん、お出ししてます。美味しそう。美味しいですよこれ。うちの料理長がもう本当にこだわってこだわって作った出汁と素材と、はいはい、さらにこのしゃぶしゃぶ寄せ鍋海鮮鍋っていうあるんですけれども、はい、プラスどのコースにも7種類のメニューがついてます。つくの？つきます。つきます。鍋にプラス？はい。鍋だけじゃないんだ。鍋だけじゃないです。鍋だけでも結構豪華な品揃えではあるんですけれども、うん、それにプラス刺身5点盛り、うん、まあ、もちろんサラダ、ピザ、はい、白身魚の香草パン粉焼き、うん、カリカリ豚足揚げ、うん、でブルーシールのアイスもついて、さらにステーキもつきます。ステーキも？ステーキもつきますよ。お得。お得。もうちょっとステーキ推しなんですけど、うん、今回だいぶなんかステーキがメインじゃないの逆に。いやいや、それをはるかに上回る美味しさで鍋は出してます。すごいですね。まあ、本当にこれはぜひお召し上がりいただきたい。高知くんのおすすめって、今回このほら海鮮としゃぶしゃぶと寄せ鍋とあるんですけど、はいはい、どれがおすすめです？これも、うん、もうぜひ海鮮鍋って言いたいところなんですけど、うん、海鮮鍋確かに美味しい。それは美味しいですよ、うん、この、うん、ぜひあのロイヤルレストランでパンフレットもらっていただきたいんですが、はい、これ見ていただければ絶対美味しいです、うん、ねえ、はい、美味しそうで、あとね、あの有名な紅豚のしゃぶしゃぶなんですね。紅豚です。すごい。これももちろん美味しいです、うん、それはもう紅豚しゃぶしゃぶです。そうですよね。それは美味しいです。ただ、うん、僕が一番おすすめしたいのは、うん、寄せ鍋のピリうまキムチ。あ、うまキムチなんだ味付け、はい、あ、これはちょっと、これだしも3種類からお選びいただけるんですよ。あ、そうなんですか、はい、すごい選べるってすごいありがたいですよね。いいですよ。やっぱりね、お子さんがいる場合はちょっと大人の時はキムチでもいいんだけど、ね、っていう場合がね、はい、お子さんの場合はちょっとキムチも、うん、そうですね、キムチはちょっとっていうのがあると思うので、うん、まあその辺はちょっと醤油や小麦を、うんうん、これももちろんもう抜群に美味しい。ただ、うん、それよりも、うん、じゃ個人的なあの感想も入ってくるんですけど、うん、キムチこれ本当に美味しいです。わあ、ぜひね、ちょっとあの忘年会の時はじゃあこのプランで、はい、ね、新年会はこのプランでって、このね3種類ぜひ試してみたいで、やっていただきたいですね、うん、いいと思いますね、はい、それになんかプラス飲み放題もついて、ね、飲み放題すごくないですか。はい、1500円で3時間、ま、3時間え、1時間1500円じゃなくて3時間で1500円なんですか。3時間で1500円です。安い。これもううん、防新年会のプランとしてはだいぶ幹事様にお優しく、そうですね、すごい、はい、幹事様へスペシャル特典があるって書いてますけど、あります、うん、これ詳しくはレストランに直接ご連絡、うん、ね、はい、いただきたいんですけども、そうですね、幹事様の特典プランが20名様からございますので、うん、はい、ぜひ皆様、はい、振るって、はい、お電話よろしくお願いします。はい、ぜひ皆さんね、防新年会プランということで、はい、いろいろとねおすすめのものがあるということなので、はい、もう多分伝えきれない、伝えきれないですね、うん、だからこの美味しさは、だから電話して聞いてください皆さん、はい、はい、ぜひ食べてみてください。はい、ぜひ、ね、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さて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 、まだまだいきますよ、うん、まだまだいきましょう、はい、なんと次、はい、金が新年です、うん、そろそろ、うん、もう今年ももう、うん、もう11日、うん、早いですね。早い。あともうね、はい、2週間でお正月ですよね。お正月です、うん、お正月にはぜひロイヤルレストランの祝いのオードブル、うん、ぜひお取りいただければ。これ、うん、お一つ5000円で販売してるんですけれども、安くないですか。安いですよ、他のホテルのオードブルに比べて。だっておせちという感覚で頼もうと思ったら、はい、満しますよね。そうですね、最低ね、うん、飛びますね。5000円でいいの。5000円でいいです。ただこの内容はるかに5000円上回ってしまってるんですけど、うん、それを、まあ、お祝いということで、はいはい、5000円で安く出してくださるんです ね。 そうですね、ありがたいですね。ぜひ内容は、内容は塩豚、合鴨、うん、スモーク、サバテリ、エビの黄金揚げ、ホタテ、うん、まあ、言い切れないんですけれども、うん、17種類17種類も、はい、あって5000円。はい、安い。これいいですよ。これ2つぐらい、なんか2つ3つ頼んで、1つは自分のうち、1つはなんかこう、はい、なんかプレゼントしたりとかも ね、 いいですね、親族の方とかに。そういう、はい、そういうのもぜひ受け止まってます。さらにこのオードブル、はい、今までちょっと手掛けていなかったんですけれども、はい、ファックスでもご注文受けたまわれます。はい、はい、ロイヤルレストランに来ていただければもちろん大丈夫なんですが、はい、もうすでに新聞に織り込んで、はい、各ご家庭に、はい、あるんですか、はい、これ いつ入ったんです。今週、あ、来週、先週の日曜日に、うん、はい、もう入ってますので。そうなんですか、はい、ぜひ皆さんこの機会に、はい、うん、
とねファックス用紙がない方とかねもう直接申し込みたい方はまた電話で、はい、もしくはあの直接ロイヤルレストランに取りにね、はい、食事行って年末年始のことは直接ロイヤルレストランで頼んだ方がいいかもしれないですね。よろしくお願いします、ね、もちろん、うん、お電話でのご注文も受け止まっております、うん、はい、すごい聞いてる方で行きたい方いらっしゃると思うんで、あの読谷の皆さんは知ってらっしゃるんですけど、はい、ラジオこのラジオって、ね、インターネットで聞いてる方もいるので、あ、なるほど、うん、沖縄県内の皆さんにちょっと住所から教えてもらってもいいですか。了解しました。はい、ではロイヤルレストランの住所、はい、と読谷村祖部の、はい、ちょっと待ってくださいね、はい、うん、違う？これ？ああそれですそれですすみません。沖縄県読谷村祖部の1315まで、はい。はい。場所って分かりやすいですよね。分かりやすいですね。鳥居、うんうん、ステーションの真向かいにある建物ですので。そうですね。はい。国道58号線からねもし来られるときには、イラミナ交差点をザンバ岬の方に曲がっていただいて、はい、そのままずーっと行くと左手に鳥居ステーションが出てくるんですよね。はい。はい。その斜め向かいにロイヤルレストランピンクの建物ということで、とっても分かりやすいですよね。分かりやすいです。うん。もう私は本当ねここによくあの利用させていただくんですけど、宿泊付きで泊まったら、あ、宿泊付きでじゃない。宿泊付きで某新年会ねプランしたらいいですよね。ぜひぜひ、はい、ね、そういうプランも今後、うんうん、ちょっと考えていこうかなと、うん、新年会前今もあるの、あの代行プランってありますよ。あ、皆さん代行プランっていうのもおすすめなので、ぜひね、はい、代行プランも利用していただけたらぜひぜひ、はい、これが11時からのチェックインに限らせていただいてるんですが、うんうん、まだ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 大丈夫みたいですよ、はい、その日のね、はい、うんうん、年末年始混み合ってきます。そっか、はい、だいぶ混み合ってきます。11時以降に電話をして確認をするか、はい、もしくはもう前もって普通の料金だけど電話して予約を取ってもらったらいいですね。そうですね、普通の料金でももうだいぶお安い料金とかもございます。はい、わ、はいはい、かりました。特にこの宿泊のプランについてちょっとお話が出たので、うんうん、ご紹介させていただきたいんですが、はい、僕ちょっと、はい、レストランなので宿泊プランわからないんですけど、はい、サーロインステーキディナーフェア付きの宿泊プランもやってます。これちょっと詳しくはホームページでご覧いただきたいと思います。はい、はい、残すところあと30秒となりました。じゃあ最後に構築、はい、どうぞ皆さんにメッセージ。ありがとうございます。まあ、このサーロインステーキディナーフェア本当におすすめの商品ですので、ぜひぜひ皆様この 230g を1280円、 460g を1780円、これだいぶお安いです。本当に安いです。それをぜひ食べていただきたい。あと防新年会プランも祝いのオードブルも忘年会、はい、年末年始ぜひこちらでよろしくお願いします、はい、ありがとうございます。時刻は12時30分を回りました。シエスタ読谷 FM ランチ、ほんわかな暮らしお届けしています。先ほどはねロイヤルレストランからコーチくんがね年末年始のお得な情報ということでねご紹介いただきましたが、皆さんぜひロイヤルレストラン 956-3321 まで詳しくはお問い合わせください。またホームページなどでもね掲載されてますので、詳しくはご覧になられてくださいね。それではこの時間からはこの方です、どうぞ。はい、こんにちは、読谷村立図書館の荒垣と申します。
新垣さん、はい、大丈夫、緊張してる？はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、はい、それではですね、まずね、読谷村立図書館から情報、はい、はい、お届けいたしましょうね。はい、はい、どうぞ。はい、今週の定例行事としてですね、はい、今週は来週からお休みが入るので、たくさん盛りだくさんの行事と、ま、計画してます、うん、はい、今週の土曜日ですね、はい、12月14日、はい、10時半から折り紙教室があります、うん、はい、はい、今年最後の折り紙教室になります、うん、はい、皆さんお越しください。で、はい、折り紙の方は持参していただくようお願いします、はい、でですね、折り紙教室ですね、第2、第4土曜日やってますが、来週からお休みが入るので、うん、第4土曜日はお休みになります。はい、はい、で続いてですね、その土曜日に、うん、キッズビデオ上映会を、はい、14時から、うん、やります、はい、こちらも今年最後のビデオ上映会でですね、作品がですね、うん、サンタは大忙し、うん、大男とクリスマスツリー、うん、年中行事シリーズより神様がくれたクリスマスツリーの3作を、うん、はい、季節のそうですね、はい、クリスマスにやっぱりぴったりよね、はい、この時期ならではの、はい、これのビデオ上映会、はい、ぜひね、はい、家族で行ってもらいたいですね。はい、お願いします。これは申し込みをした方がいいですか？申し込みは必要ないので、うん、当日図書館の方へお越しください。はい、ありがとうございます。はい、はい、でですね、うん、あと1点が、12月15日日曜日にですね、はい、子供のための道読会として、うん、クリスマス スペシャルを開催します、はい、みんなが大好きなクリスマス、うん、今年最後の図書館のイベントは楽しい道読会をお届けします、はい、クリスマスの素敵なお話や歌やゲームで楽しみましょうと、うん、いうことで、かわいい、はい、ね、やっぱクリスマスってね、皆さん子供たちにとっては夢がありますよね、うん、で大人も意外とね、この夢を持ち続けているっていうのがクリスマスだと思うので、うん、ぜひね、はい、12月15日日曜日10時30分から、2階の集会室の方ですね、はい、またいつもなんですけど、その参加費がいらないっていうのがとてもありがたいですよね、うん、はい、参加しやすいと思うので、ね、参加しやすいと思うので、はい、ぜひ、はい、いらしてください。はい、はい、であと先ほどから言っている休館のお知らせをさせていただきたいと思います、はい、とですね、12月17日から12月28日までですね、はい、と蔵書点検ということで、所蔵している全書資料を点検して、うん、所在不明の資料や破損している資料がないかを調べる作業に入ります、はい、で年末年始がの休みとして12月29日から1月3日、はい、年明けまでですね、うん、お休みに入ります。ちょっと長期のお休みになりますね。はい、はい、なんかね、本を借りられるのはもうじゃあ16日までということですね。はい、そうですね、はい、で、はい、やっぱりね、この冬休みにもね、24日か5日ぐらいから入るんですよね、冬休み、うん、はい、ということで、やっぱり本をね、その時に借りに行っても休みっていうことになるので、はい、ね、皆さんぜひ16日までに借りに行ってもらいたいですね、はい、はい、年明けの1月4日から10時からオープンしますので、うん、また開館して、うん、また本をお借りしてください。はい、はい、皆さん借りてくださいね、はい、で家族でね、これ何冊までってありました？はい、10冊まで借りること可能です、はい、でも逆に今回17日からね、3日までは休みっていうことを考えると、はい、長い期間本を借りれるってことですよね。DVD とか CD も大丈夫なんですか？はい、借りること可能です。ということはお得ってことですよね。はい、はい、そうですね、うん、家族1人10冊ですよね。10冊でということは、はい、家族で 3,4 人で行ったらものすごい量借りれますよね、はい、なんか逆にお得な気分がね、はい、気分になってくるので、皆さんぜひね、はい、ただ注意点がいくつかあるんですよね。はい、はい、蔵書点検期間中はですね、はい、電話による問い合わせと本の検索とか貸し出しの延長などはできませんので、ご了承ください。はい、本や紙芝居雑誌の返却はブックポストは空いてますので、そちらご利用ください。はい、であとはビデオ DVD、うん、CD はですね、破損の恐れがありますので、うん、ブックポストへ入れず直接カウンターへお返しください。はい、ということでね、はい、休館のお知らせでした。ありがとうございます。はい、いよいよ、はい、はい、あと1点だけ、うん、ちょっと図書館からの募集っていうか、はい、
とですね、11月14日にですね、はい、泉保育園の方にお話届けたいっていう形で、はい、前お話し会をしてきました、はい、とですね、そう、2組に分かれてですね、0、1、2歳児と3、4歳児に分かれてお話し会を行っていました、はい、でどのクラスの子どもも、うん、上手にお話を聞いてくれていてですね、いろいろ楽しかったとかっていう参加者の声がありまして、はい、図書館の方でですね、出前お話し会に来てほしい保育園や団体さんを募集することになりまして、うん、そうですか、はい、これはいいですね、はい、とってもいいじゃないですか、はい、ね、今聞いてるね、お昼休み中に聞いてる先生たちとかもしいらっしゃったら、うん、はい、ね、保育園幼稚園、はい、これは小学校も大丈夫、小学校もいけると思います、はい、ね、相談していただければ、はいはい、呼んでいただけるところには、うん、できるだけ、はい、いけるように調整していきたいと思いますので、はい、はい、で、うん、はい、あと開催期間とかがあるんですよね、このお話届け隊をができる時間帯とかがあるんですか、例えば、これも要相談かな、そうですね、うん、相談していただいて、うん、時間帯とか、はい、いつ来てほしいっていうのは、うん、相談していただきたいです、はい、問い合わせ先の方がですね、お電話とファックス番号がありまして、電話番号がですね 958-3113、はいはい、とファックス番号がですね 958-3129、 お気軽にお問い合わせください、うん、はい、はい、ね、もう村立図書館の皆さん大忙しですね、いつもね、ね、はい、でもなんか好きな本にね、皆さん触れて、それからやっぱりこのね、いい本をいろんな方々におすすめできるっていうのにはね、とてもやっぱりいい場所に勤めていらっしゃるような気がするので、はい、ぜひまた紹介お願いしますね、はい、はい、そして今週の荒垣さんのおすすめの本があるということで、はい、はい、新着を案内をいたします、うん、はい、はい、1冊目ですね、はい、泣いてストレス解消、うん、累活公式ガイドブックすごい、はい、婚活とかいろんなね活がありましたけれども、はい、累活、はい、涙の活、はい、すごい、はい、累活って知っていますか、うん、これは今流行りの能動的に涙を流すことで、うん、心のデトックスを図る活動のこと、うん、涙は睡眠や笑いよりも効果的にストレスを解消させ、副交感神経優位の、うん、とリラックス状態にすることが科学的にも証明されています、うん、本書はこの涙活が家でも好きな時にできるよう作られた初の涙活公式本、なぜ涙がストレスにいいのかについての解説から、各界のオーソリティによる泣ける小説、映画、漫画、歌、スポーツ、アニメ全11ジャンル59タイトルを紹介、週末は泣いて心のデトックス、ぜひ試してみてください。うん、すごいおすすめの、ね、泣ける映画とか、うん、本とかも載ってるんですけど、このなんか 涙で体質改善とかね、面白いろいろ書いてますよね、はい、まあ、逆にたくさん泣いた後ってすっきりしますよね、うん、はい、すっきりします、うん、泣くこともね、皆さん恐れずに大事にしていきましょう、涙活公式ガイドブックのご紹介でした、ありがとうございます、はい、その次は次ですね、 お腹がへこむオリーブオイルレシピ、うん、いいですね、はい、美しく健康的に痩せたいと思うなら、毎日の食事にオリーブオイルパワーを、うん、面倒なことは一切ありません、毎日大さじ1杯、うん、オリーブオイルを取るだけの簡単ダイエットです、うん、スプーン1杯のオリーブオイルで脂肪を燃焼、便秘も解消、油は健康に悪いというイメージが強いですが、大きな間違い、問題は油の種類なのです、うん、オリーブオイルに豊富に含まれるオレイン酸はあなたの体を太りにくい体へと変えてくれます、うん、はい、ですね、はい、確かに私もね、オリーブオイル上質なのを使ってるんですけども、うん、やっぱりね、いい油を使うっていうのはとてもやっぱりいいことだなっていうのを、うん、ね、油が酸化したもので揚げ物をしたりとかすると間違いなく胸焼けをしたり、はいはいはい、あとやはりこのただの肥満になっていくだけなんですけど、うん、上質なオイルをね、やっぱり飲めるぐらいのオイルをね、うん、使うってとても大事だと思うので、はいはい、この先生有名ですよね、浜内先生ね、はい、とてもおすすめの本でした、はい、お腹がへこむオリーブオイルレシピ、はい、はい、はい、続けて、はい、続けて、はい、赤ちゃんがいる
家の収納インテリア、はい、狭くても収納スペースがなくてもすっきり、0歳から3歳までの赤ちゃん子供がいる家のインテリアや収納実例集です。と、赤ちゃんっぽくなりすぎないようにするには、空間を上手に使うには、安全対策はどうするといった、子供が小さい時ならではのインテリア収納の お悩みにも答えます。その他、海外のインテリア、ベビールーム紹介、ベビー風水、妊婦さんや初めて赤ちゃん部屋を作るママたちに向けての基本的なベビールームの作り方も紹介しています。うん、これね、すごい勉強になると思います。逆にね、赤ちゃんがいなくても、このちっちゃいものがたくさん溢れているものを上手に収納するコツ、うん、縦だったり横だったり、例えば一番皆さん困ってるのっておむつ、よく使うものを、本当に一箇所だけに置いとくのではなくて、まあ、例えば洗面所だったりリビングだったり、いろんな場所にこのおむつをきれいに収納することによってね、なんか見た目も可愛いし、可愛いサイズのこのカゴになんか入れるだけでもおむつ買えるの楽しくなるかもしれませんね。はい、ぜひ、赤ちゃんがいる家の収納&インテリアでした。はい、じゃあ駆け足じゃないと足りないかな、大丈夫でしょうか。、はい、あ、足りるかもね。はい、はい、じゃあお願いします。次は絵本を紹介したいと思います。はい、十二支の親子絵本と、作と高畑淳、うん、と、子供の絵に感激しちゃう牛のお父さん、誰よりも足の速いお父さんに憧れる子馬、十二支の動物たちも人間のお父さんお母さんもみんな子供たちの成長を見るのが何より愛おしいのです。そんな可愛らしい十二支の動物たちが繰り広げる親子のお話、くすっと笑った後じんわり笑顔が広がる優しいあったかい本です。うん、かわいい、はい、なんかね、心洗われるような絵本ですね。ね、絵とってとっても、来年は馬ですよね、はい、駆け抜けるっていうことでね、とてもなんか絵心があって、なんか夢がある、ね、皆さんよかったら手に取ってください。十二支の親子絵本でした。はい、はい、季節にそのまんま、うん、で行きます。絵本ですね。子供たちが大好きなサンタクロースの絵本を紹介します。うんうん、かわいい。100人のサンタクロース、作絵谷口智則、うん、ここは100人のサンタクロースが住む町、100人いろいろなサンタクロースがいるのです。うん、サンタクロースたちは1年間かけて特別な日、クリスマスに向けて準備しているなんて知っていましたか？それはもう100人みんなが大忙しなのです。中でも一番大変なのはクリスマスの準備、おもちゃを運んだり包んでリボンをつけたり、そしてとうとうクリスマスの日がやってきて、みんながとても楽しみにしているクリスマス、でも実はこんなに大変な仕事が待っているサンタクロースたちにとっても同じなのです。なぜかって、それはね、プレゼントを配り終わった後のサンタクロースたちだけの楽しみがあるんです。うん、かわいい。皆さんぜひこれ本当におすすめですね。はい、残りあと30秒になりましたけど、どうします今日は。大丈夫、はい、結ぶ、包む、送るっていうね、ちょっとこの季節、はい、贈答品などに利用できるようなラッピングの基本、はい、結ぶ、包む、送る、日高真由美さん、はい、それから空の不思議図鑑というのがありますね。はい、はい、こちらの方ですね。じゃあ残り10秒、最後に荒垣さんメッセージどうぞ。はい、と、図書館では今週で終わるんですが、今年は終わりますが、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。
12時46分を回りました。シエスタ読谷 FM ランチ、ほんわかな暮らし、お届けしています。先ほどね、読谷村立図書館の荒垣さんがね、可愛いですよね、ゲストで、ご出演いただきまして、読谷村立図書館の情報で、ね、お届けしましたけれども、来週からはねお休みになるので、番組出演の方どうなるかちょっとね、また村立図書館の皆さんと、お話しして決めていきたいなと思います。ではね、ここで、メール、先週ねメールが届いていたんですけれども、紹介ができなくてごめんなさい。これちょっとね終了番組の方に入ってましたね。ご紹介いたします。れいこさん、こんにちは。ラジオネームなおです。なおさん、いつもありがとうございます。聞いてますかね。今は仕事で福岡からの観光客の方と紫村でランチを食べています。まさやさんに会えると思って期待しましたが、会えなくて残念でした。まさやさんに伝えておきますね。でも今日は読谷の観光案内なので FM 読谷の番組が聞けるので嬉しいです。話は変わり、この間読谷村立図書館に行き、本を借りた時対応してくれた方がシエスタに出た方でした。ラジオ聞きましたよと言うと笑ってました。図書館はよく利用するのでスタッフが身近に感じます、ということで、なおさんありがとう。その次、れいこさん、こんにちは。久しぶりのライトマンです。元気ですか？ねえ、寒くなってるから頑張ってるかな？今日は仕事が休みなのでゆったりと聞いてますよーと。外はお日様がポカポカと暖かく気持ちがいいです。午後から愛犬と海辺を散歩しようかな。では皆さん午後も頑張りましょう、ということで、ライトマンさんでした。そしてと、上野さん元気？上野さんって。山形の上野です。れいこさん、こんにちは。番組見てますよ。見てる FM 読谷に遊びに行ってから早くも2週間が過ぎるんですよ。そう、早い。うん、いくら美味しかったよ。12月に入って慌ただしくしている毎日であっという間ですよね。某新年会シーズンでもある12月1月の夜の体も胃袋も大忙しです。笑い。ほんと、なんと忘年会が8つに新年会が6つ。体調管理が大変なんですが、大丈夫ですか上野さん。ほどほどに飲んで食べてくださいよ。皆さんも飲み会がある季節なので体調には気をつけて年末年始を過ごしましょうね、ということで、山形の上野さんからでした。上野さん、ありがとうございましたね。また一緒に食事したいですね。こうやってね、県内外からいろんな方々が、こうやってね、番組にメールをくださるっていうことで嬉しいですよね。とてもありがたいなと思っています。ではですね、ここからは、ちょっとね、レシピの紹介がちょっとできるかどうかわからないんですけども、今日はとっても大事な一つ、お話をしていきたいと思います。いつも恒例の宮崎中央新聞、12月2日の記事からご紹介いたします。これはですね、タイトル、許す、認める、褒める、励ます、感謝する。この指導で子供たちは生まれ変わります、という記事。宮崎中央新聞、NPO 法人、奄美青少年支援センター、ゆずり葉の里所長、三浦和弘さんの記事からです。非行はなくせると言いたいところですが、非行はなかなかなくせません。本当に厳しいのが、厳しい現実があります。特に私が活動している奄美市においては、大島紬が衰退して、加えて公共事業も激変し、お父さんの仕事がなくなっています。お金の問題が夫婦の問題になって、離婚世帯が増え、子供たちが寂しい思いをしています。その結果、奄美市では1998年に不登校の出現率が日本一になりました。そして2001年、旧那瀬市の非行犯罪認知件数が鹿児島県下ワースト1位になりました。本当に大変な状況でした。2001年4月、私は天職だと思っていたレスキュー隊から市役所の福祉政策課青少年支援担当に異動になりました。レスキュー隊員が青少年支援担当になったということがテレビで取り上げられ、相談が殺到するようになりました。警察の110番よりも私の携帯電話の方がかかってくる件数が多いんです。大島児童相談、えー、し、児
児童相談所への相談件数が現在年間700件から800件だというデータがあるのですが、私が来る前は1000件を超えていました。私が来てからかなり減って700件ぐらいになっています。で、私のところにはどれぐらい相談が来てるかというと、年間3000件を超えています。正月も土日も休みはありません。私に電話をかけてくる子どもたちは、無視されるということが一番辛いですから必ず答えるようにしています。そういう生活をしていましたから、4年前に疲れが溜まって脳血管障害を発症しました。なんとか改善はしたのですが、たまに後遺症が出て講演会をしながら、はて私は今何を発しているんだろうということがあります。それでも子どもたちのために自分に今できることをやっていこうと思います。私がこれまで関わってきた子どもたちはみんな心が非常に荒れていました。誰も彼らを助けてあげる人がいなかったと感じています。警察や児童相談所といった専門機関でも、何年も更生しない子どもたちを私に預けてきたケースも少なくはありません。そういう子どもたちは、私はおせっかいおじさんに徹して親身になって向き合ってきました。今ゆずり葉の里には、約300名宿泊している子どもたちが14名います。その子たちを19名のスタッフで見ています。私はこの30年間の間で15回学校現場に入りました。失敗したのは1回だけです。ほとんど全てのケースは学校崩壊を改善してきました。1回失敗したケースでは、生徒指導の先生が外の力を借りることは自分たちの恥だと思い込んできたようで、絶対に私たちを入れようとしなかったんです。そこだけはうまくいきませんでした。それ以外の学校は全て改善してきました。私が子供を支援する時のポイントは、許す、認める、褒める、励ます、感謝するの5つです。これまで私が出会った子供たちの多くも、この5つの支援で生まれ変わりました。彼らは過去を許せていなかったんです。社会からも親からも警察も、お前はダメだと注意説教されて育ってきた子供たちでした。でも、ゆずり葉の里と出会い、5つの支援を受けることで生まれ変わったんです。まず第一に重要なことは、今までのこと、過去を許してあげること。第二に認める。君が生きているということだけで尊いことなんだよ。第三に励ます。彼らはそれまで大人から励まされたことがなかったんです。四つ目が褒める。彼らは褒められたこともありません。叱られ、怒鳴られたことはあっても褒められたことがないんです。だから私のことに、ところに来たら褒めます。10褒めて1叱る。10褒めるから1の叱りが届くんです。彼らも心を持った人間だからです。最後の一つが感謝です。ありがとうという言葉を頻繁に使っています。学校でトラブルのあった子どもたちを指導する先生を見ますと、力にして力でぶつかっているケースがとても多いです。お互い傷つくんです。そうでなくて包容力なんです。包み込むことが大事なんです。ということです。まだまだあるんですが、残念ながら時間の関係で、また続きは来週にお届けしたいなと思っています。1時間お届けしてまいりましたシエスタ読谷 FM ランチ、ほんわかな暮らし、いかがでしたでしょうか。来週もこの時間この場所で皆さんと共に、リラックスしたゆるい時間をお届けしてまいります。それでは皆さん、来週までごきげんよう。さようなら。